見ジョージさんの泣きの3回目ありますということで、前回に引き続き、1万円企画西谷ジョージさんのリベンジマッチという形でお願いします。行こうと思いますんで、それでは行きましょう。有原さんもう、はい、なんかお付き合いみたいな感じで、音もいたします。すいません、負けたらごめんなさい。すいませんどっち先行きます？ジョージさん行きますね、今度で。今の調子の方がいいんじゃないですか。有原さん行きましょう。行かない。そうですね、いいな。そうなんですよね、なんか立てそうな数字体ではあるんですけど。お願いします。お願いします。やってる。
それはやばい。それはやばい。Thank you.
いつも通りの方がなるほど、投げやすいちょっとお父さんの背中から余裕が一切ないちょっとやらかしてくれる。
でジョージの喜んでるドンマイ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 ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ドンマイドンマイなんでなんでチームだからシーティングではチームだからはい、ということで2回目の挑戦だったんですけど、有原龍太さんからワンレグ取ることができましたいや、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、そうでも、でもね、これ、さっきのジョージさんの時より俺全然打たれてないのよ。3.9 もやさん、僕の時打つんすよ。もやさん、僕の時打つ気がする。じゃあ、ワンレグさえ打っちゃえばいいと思ってて、ダメな時はもう捨て試合だと思ってて、打つとけ打つとか思ってるから、もう、差広げられたら次々、もう次々みたいな、もう次のレグ、次のレグみたいな感じだから、もう、なんかこのメンタルができつつある。なんか試合に役に立たないみたいな。役に立つんじゃないですか、もしかしたら。当たりたくないですよ。当たりたくない。ワンレグだけとてつもなく強くて、他3レグぐらいなんかへこへこなんで。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。